皆さん、金曜、今日が11月3日の祭日になります。で、数日前に面接受けた飲食店がありまして、面接で受かりまして、1日しかシフト組まれなかったんですよね。それが今日でして、働いてきました。で、面接で採用になって、トントン拍子で入ったんですよね。それが、1つ前に入った飲食店もそうで、そこはすごい無意味な縦社会、無意味なストイックで良くなかったから、すぐ辞めたんですよね、4日でだけ働いて。で、今日初日働き終えて、思ったことを感じたこととかお話します。で、まずその面接の時点で、いかにも中小っぽい、大企業じゃないところなんだなって思いましたね。で、ちょっと驚いたのが、僕は結構たくさん働けますよみたいな、週4ぐらいは働けますよって言ったにもかかわらず、じゃあ制服を支給するからって聞かれたよね。それで L サイズがいいですって言ったら、分かった、じゃあ L を一式用意するね。その L サイズの T シャツとサロンと帽子を用意するから、で、1セット用意するからって言われました。で、1セットですか？で、しかもその用意したものが各自管理で各自選択するわけですよね。で、週4働くのに1セットなんですかって聞いたんだよね。でさ、おかしいよね、普通に考えて。でも、みんなね、1セットだよって。でも、どうしてもたくさん働く人で欲しい人は2セットしてもいいんだけど、その場合、4000円貸し付けなんだよ。要は、パスモとかスイカみたいな感じで、あれって500円で作るじゃないですか。でも、本当にパスモスイカいらねえなって思ったら、500円返ってくるじゃないですか、みたいな感じで、それが4000円なんだよね。で、だから、計8000円になるけどいいって聞かれて、とりあえず給料から引いて、辞めるときに返せば、プラマイゼロにするから、8000もと思って、じゃあ1セットでいいですって言ったの。で、確かにね、T シャツとサロンとか一通りもらったら、本当にね、ランニングウェアみたいな感じで、夜にさ、洗濯して朝には乾きそうな感じの生地だから、通気性いいから、なんとかなるなと思ったの。でも、1セットはおかしいよね。そこが、中小っぽいな。絶対、中小って、決めつけるのも良くないけど、大企業ではないのは 分かりました。で、タイムカードを押したら、もう今時にさ、タイムカードっていう言葉も知らない人とか多いと思うんだよね。全部パソコンでさ、指紋認証とかさ、指紋認証せずに、マウスだけで大金出金できたりとか、ちょっと自分のね、社員コードを入れて、パソコンの中で、要は自分の勤怠が打てるっていうパターンが多くて、多いと思うんですよ。で、僕もでもついさ、勤怠のことをさ、タイムカードって言っちゃうんだよね。でも多分さ、タイムカード、何言ってんの、この人、何のタイムカードって思われてる場合もあるよね。それを知らない人にタイムカードで使っちゃってさ、勤怠、ね、出勤、勤怠の管理画面とかさ、ログイン画面とか、みんなそう思ってると思うの、タイムカード知らない人はね。で、今日働いた職場は、これ知ってる人は知ってると思うんだけどさ、超オーソドックスなタイムカードがありましたね。こういう感じの色で、時計の部分が黒になっていて、わかるよね。こういうタイムカードがこういう縦長の感じのやつでさ、名前書くところがちょっとさ、水色なので、裏はちょっとオレンジのやつ。俺何回も見たことあるの。一番王道のタイムカードを使ってた。こうやって、やるやつ。タイムカード。久しぶりだなと思ったんで、だからそんだけレトロな感じのところなのかなと思いました。でね、職場の雰囲気がすごい良かった。ベトナム人が結構キッチンの主役になっていたんだよね。で、そのベトナム人がね、感じいいんだよね。ニコニコしてて。で、過去にもベトナム人と働いたことあるんだけど、もちろんね、ベトナム人だからこうとか、ベトナム人はね、明るいよね、暗いよねとか言うのもナンセンスなんだよね。なぜならば日本人でいろんな人がいるように、ベトナム人でもいろんな人がいるんだけど、でもやっぱ比較的ね、ベトナム人はパワフルで、陽気で明るいし、ストイックなんだよね。で、その子は優しい子だった。そんな感じで優しい子だった。で、雰囲気良かったんだよね。で、そこにいる女の子で、25ぐらいかな、年齢聞いてないから分かんないんだけど、要はフリーターで、社員の次に立ち位置として上の位置にいるフリーターの子がいるわけよ。そういうのって見てて分かるじゃないですか。で、本人にも聞いたら、結構長く働かれてたくさん入ってるんですかって、ちょっと雑談する時間があったから聞いたら、
あ、そうなんですよ。私、いいように使われてるんですよ。ははは、みたいな感じだったの。その子もね、雰囲気が良かった。すげえ感じを、いい感じで付き合いやすい子だった。でね、そのベトナム人と、その、なんか、フリーターの女の子と接してさ、やっぱこうだよねって思ったんだよね。本来の仕事仲間っていうのは。で、今のさ、倉庫、物流、そっちがさ、もう打ち切れさ、で、その倉庫物流のさ、女の子の特徴がね、すごいピアスをたくさんしてるんだよね、みんなね。ピアスをたくさんしてるのと、あと髪の毛をブリーチとかしてるんだよね。で、いかにもさ、普段さ、なんか、うちに向かってるからさ、そういうところでさ、自分を誇示する、アピールするしかなんか、術がないから、そうしてる子が多いんだよね。で、まあ別にその、飲食店の、まあ、過去にもあったんだけど、飲食店の女の子でたくさんピアスをしていたりとかさ、髪の毛を、まあ、ブリーチしたりとか奇抜にしてる子って意外といないんだよね。意外とだから内気な一言パワーを溜め込んでるからそこでぶっ放してんだよね。それが倉庫の女の子たちの印象で、まあ、飲食店はだから割と居酒屋っぽい感じかな、そのノリはね。気のいい人たちで波長も良かったと思うんだよね。で、そのフリーターのその主役的な女の子に聞いたら、やっぱ学生が多いよって言うんだよね。で、やっぱ学生だからあんまシフト入んないし、まあこれあるあるなんだけど、テストの時はみんな一斉に休むし、なんか、卒論とかさ、なんか旅行だの、サークルだので結構休むんだよねって言って、でもやっぱ長い子は3年いて就活してとか、そういう子もいてみたいな感じで、雰囲気良かったっすね。で、マジでね、俺、時給知らないんだよね。雇用契約書もまだ書いてないし、で、交通費とかもちょっとね、マックスがあったりとかして、んってところもあるんだけど、あとまあその制服が一式しか出なかった、一セットしか出なかったとか。でもね、その反面なんかみんなね、気持ちよく働いてる感じがして、非常にいい印象でした。で、今日働いてまだシフトが出てなかったから、帰りに次いつ働くって聞かれて、どうするって聞かれて、で、明日も働けますよって言ったら、いや、明日人いっぱいいるから明後日はどう、あ、じゃあ明後日働けますって言って、じゃあ明後日何時から働けるって聞いて、いや、その人はなんか副店長的な人だったんだよね。で、俺は店長と面接して、店長は今日いなかったから、その人に、いや、まあオープンからその要は働き始める時間から夕方までって、まあ約束をしたので、やっぱ立ち上げから働きたいですって言って、じゃあ9時に来てって言って、じゃあ何時まで働くの、まあ5時4時ぐらいまで働けるんだっけみたいなこと言われて、じゃあ4時まで働こうかみたいな、そんな感じで、なんかシフト表に書いてさ、わ、適当かよって思ったんだけど、だから雇用契約とかさ、コンプライアンスとかはきっちりしてないと思うんだよね。昔ながらの飲食店の感じなんだけど、なんだろう、風通しは良くて、気前良くて、で、まかないもタダなんだよね。で、まかないタダで当たり前なんだよね、俺の中ではね。今までのね、その物流の方の仕事でさ、わざわざさ、弁当持参でさ、で、帰りも払ったらなんか、ね、買い食いしてとかさ、それお金飛んじゃうんだよね。それ結構、まあ、辛かったしね。で、まあ、そこで、だから、なかなか、これピタッとはまる職場ってありそうでないから、結構そこに行くまでに、こうやって入ってはやめてを繰り返さなきゃいけないから、ピタッ、もちろんまだ一日働いただけでさ、そこは、ピタッとはまる職場とか、いい感じかなっていうのを断言したりとか、期待値を高くするのによくないけどさ、でもまあ好印象だったから、そこで結構がっつり働いて掛け持ちをせずに、ね、それで決めようかな。で、それでね、空いてる時間になんか YouTube やったりとかして、まあカツカツだけどさ、まあ夢は追えるわけじゃないですか。それはそれでなんか幸せなことだと思うし、それがね、掛け持ちしてもうびっしりなんか労働三昧にして、その空いてる時間に YouTube、 まあうまく時間を作れば YouTube ぐらいできるから、別に睡眠時間とか削んなくてもね、まあ僕はこのネカフェスタイルなんで、だからどうしようかなって思ってるんですけど、まあとりあえずやっぱあれだよね、その自分のさ、波長とか波動がいい状態を作るっていうのが一番最優先順位の上だよねって思うんだよね。その収入のね、多い少ないとか、役職とか肩書きどうこうよりもねって僕は思うんですよね。まあそういった意味で、まあ自分の場合ね、高卒だから、まあ、あ、そうそう、あと、そうなんだよね、最近ちょっと思い返したのが、自分の親っていうのはね、すごい、
しっかり勉強していい学校に入っていい会社に入っていい人生を歩むのがいいことみたいなのをもうビンビンに押し付けるタイプで、小学校の時にまあ塾とかそろばん習字とか一通りもう生かされまくったの。でそういう感じだったから俺はそれに反発して生きてきたわけ。でもやっぱ大人になって思うと、あの高卒とかだとさ、学歴がないとさ、まあ、学歴社会じゃないとか学歴関係ないとか言うけどさ、あの高卒とか、まあね、新卒カードを失ってしまって、その社会で労働雇われる側で生きていくっていうのは結構大変できついよね。だその分なんかアイデアとか自分で自発的に生み出す仕事を発生させないときついよねとは思いますね。でも僕にはなんか割と結構自分を信じてる気持ちが僕は強いんで、まあなんとかね、この令和時代を楽しくたくましく生きていこうかなと思っております。どうもありがとうございました。